にちは。ゼロからギターへようこそ。この動画はですね、全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、またギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。内容としましては、ギターや強いては音楽のあれこれを聞くのではなく、自分でやって楽しもうじゃないかという概念でちょこちょこっと覚えちゃおうって感じでございます。これから私がちょこちょこっと短編で動画をアップしていきますんで、目で見て耳で聞いて覚えてください。一緒に頑張りましょう。記念すべき第1回、今日は何を一緒にやりますかと言いますと、ギターの名称を覚えましょう。多分一番つまらないです。これはアコースティックギターという電気を使わない、生音だけで演奏できるギターです。木でできてます。こんな音がします。ギターは手足はないんですけど、人間の体に例えられて、名前が付けられています。まずはここの部分ですね。ここの部分、ここがヘッドって言います。頭ですね。これがボディですね。ボディで、頭とボディ、体をつないでいるのが人間も首ですよね。これはここの部分をネックって言います。ネック。そしてここが今言ったようにボディですね。ボディ、大きく分けてヘッド、ネック、ボディです。では、ヘッドを細かく説明します。これがヘッドですね。まず大事なのはこれですね。これは何かというと、これ弦ですね。弦、あ、これ弦です。これを鳴らすとこの穴に音が入って鳴ります。後でこの穴はお教えします。まずヘッドの、この弦を、緩めたり、引っ張ったりする糸巻きの役割を、まあ糸巻きなんですけど、ペグって言います。ペグ、ギターの弦は6本ありまして、それに合わせて 1,2,3,4,5,6 個とあります。どんな感じになるかというと、ちょっと緩めてみますか。今緩めた状態でこんな感じになります。で、これを引っ張っていくために、内側に回します。そうすると音が鳴っていきます。これでギターのチューニングですね。音を、基本となる音を合わせます。これがペグです。次に、ギターの弦を、まあ、一番最初に触れるところ、ここの白いやつですね。これはナットって言います。ナット、ナットじゃないですよ。ナット、でそして次にこのネックの部分ですね。これは首ネックですね。でこの黒いものがありますね。この黒いところ、ここは指板って言います。フィンガーボードなんて言ったりもします。そしてこれ、こう縦に入ってます、これ金属なんですけど、これがフレットって言います。これですね。そしてこのフィンガーボード、指板の上にある点々見えますか。こういう点々、
これなんですね。これをポジションマークって言います。何のために使うかっていうと、押さえる目安ですね。に使います。そのポジションマークの親方みたいなのがこっちにもあります。親方の方がちっちゃいんですけど、ここにもありますね。これを目安に押さえたりします。どうですか？面白くないでしょ？だけど、覚えないと結構これ大事なことですから。続きまして、ボディですね。これがボディです。ここさっきも言いましたけど、木でできてます。で、ここに丸い穴が開いてます。アコースティックギターはボローンってやるとここで弦が振動してこの中に音が入ってこの辺で響いてここから音がまた跳ね返って出てきます。それでこんな感じのいい音が鳴ります。まあ、仕組みはさておいて名称ですね。この今説明しましたこの周り穴ですね、ここをサウンドホールって言います。そして、まあ、この、 あのパンダの目の周りのようなこうこれですね、これがあのギター、これ木でできてるんですけど、弾いてるとここが擦れて穴開いちゃうっていうか削れてきちゃうんで、それを防ぐためにカバーですね、ピックガードって言いますけど、それを大体つけてます。で次にこの黒い部分、ここをブリッジって言います。でこれがサドルって言います。でもっと細かいこのなんか変なピンですね、これをブリッジピンって言います。それでもって普段は見えないところにありますが、このこれですね、これをエンドピンって言いますが、私のギターには、ここから線を出しつないで、スピーカーから音を出せるマイクがこの中に仕組んでありまして、そのマイクはさっき説明したこのサドルの下に、マチ棒というかなんか爪楊枝みたいな焼き鳥の串のようなものが入ってまして、それがマイクで、このギターを弦を弾くと振動してそれを音に変えるというのがついてますが、僕のはエンドピンジャックっていうのに変えてあります。ここから線をつないでアンプから音を出せます。大事なことを忘れてました。弦ですね。通常の、スタンダードの ギターの弦は6本です。下から1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦というふうになってまして、だんだん太くなってるんですね。1から6に向かって。それで細い方が高い音が出ます。太い方が低い音という仕組みです。どうですか？面白くないでしょ？だけどこれを覚えないとギターを覚える上で説明できなくなっちゃうんで、覚えてください。それでは問題を出します。それでは指さしますから答えてください。これは？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 さあ何問わかりましたか？全問正解の方の中から抽選で1名の方にこのギター、最後に、ギターそのものではなく、ギターを弾くときに使う必需品を、紹介します。
よくカラオケなんかで、キーが高すぎるから低くしてとか、低いから高くしてとかっていうのありますよね。その、キーを変えるために使うカポタストですね。それと、ギターを弾くときに使うフラットピック。こんな形のもあります。なんですね。あと、親指につけて使いますサムピック。それと、ギターの元となる音を合わせるチューナー、チューニングメーターとか言います。これで元となる音を合わせます。以上、まあ、こんなところで、非常につまらなかったと思うんですが、これ結構大事です。覚えちゃってください。それでは今日はこの辺で、さよなら。